2023年のコーヒー福袋、スタバ、カルディ、タリーズ、上島コーヒー、コメダ、森彦、たくさんのコーヒー店が福袋を販売しておりますが、今回紹介しますドトールはですね、今年で購入4回目です。過去の福袋、軽くフラッシュバックしていきましょう。ご覧ください。1800円の福袋を買ってきました。今年はもうすごいですよ。はい、こんなに買っちゃいました。今年も買ってまいりました。カメラ OK、 音 OK、役者 OK、 よースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。新春限定セット、全国のドトール店舗にて販売を開始。ドリップカフェセット4種、コーヒー豆セット4種、合計8種、前作同様最大 39% お安くゲットできます。今回全8種ですね、それぞれ見ていきましょう。まずはドリップタイプ、エントリーナンバー1番25パック入り2000円、エントリーナンバー2番50パック入り3900円、エントリーナンバー3番75パック入り5600円、エントリーナンバー4番ソーソーコラボセット4500円。はい、そしてコーヒー豆タイプいきます。エントリーナンバー5番2袋2000円、エントリーナンバー6番4袋3600円、エントリーナンバー7番4袋6400円、エントリーナンバー8番ソーソーコラボセット6400円。はい、全8種2023年は発売されたんですが、監督が購入したのは2つあります。ドリップカフェとコーヒー豆、それぞれ1つずつです。2番と、まあ、6番ですね。まずは2番50パック入り3900円でございます。こんな感じに入っております。監督過去にですね、こういったこの福袋を購入しておりまして、通常ですと一番高いものでグッズが入っているものを買うパターンが多かったんですが、例えば過去コーヒー豆を入れるハニスター缶ですね、こういったものが入っているものをゲットするというのが結構多かったんですが、今年はですね、理由がありまして、コーヒー豆の高騰化でコーヒー豆の価格が上がっております。その要因はコーヒー豆の世界最大の生産国であるブラジルの天候不順や世界的な物流の混乱があったこと、新型コロナウイルスの影響で経済活動が再開しコーヒーの消費量が増加したことが要因と言われております。まずはドリップカフェからいきたいと思います。こちらもう個人的なことになります。実家の両親と分ける、まあ、シェアしようと思っておりまして、2番につきましては箱が2つ入っております。なので、まあ、この半分をですね実家に持っていきたいと思います。賞味期限が2023年の10月となっております。余裕でしょう。では開けていきます。確か2019年が5種類、20年が3種類減ったんですよね。そして21年が4種類、そして今回は何種類のコーヒーが入っているのでしょうか。蓋を開けますとハワイコラブレンドコーヒーが入っております。あ、パッケージ変わってますね。ハワイコラブレンドコーヒー、マイルドブレンドコーヒー、ドリップカフェ、ブルーマウンテンブレンド、昨年同様4種類のドリップコーヒーが入っておりました。馴染みのメンバーですね。このマイルドブレンドだけ10パック入っております。その他こちらの3つにつきましてはそれぞれ5パックずつ入っておりました。入っております。ちなみにちょっとここでもあえて言わせていただきますが、昨年はですね、なんとですね、同じ金額でさらに10パック多い60パック入っておりました。まあでもこれは仕方ないよね。というわけでこの箱1つに25パック入っております。はい、では次見ていきたいと思います。エントリーナンバー6番コーヒー豆4パック、価格は3600円です。こちらでございます。店頭で事前に予約をしました。まずはマイルドブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ゴールデンモカブレンド、ドミニカンブレンド、4袋入っております。でこのコーヒー豆セットなんですが、こちらでございます。毎年入っております。豆につきましては実際の店舗でコーヒーを引換できる引換券が入っております。こちらでございます。読ませていただきますと、本チケット1枚でブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒー、 S サイズをいずれか1枚とお引換できます。監督昨年これ使ったんですけども、そうだよね、この券10枚あったんですけども、ありがとうございます。これはね、余裕で使っていきたいなと思っております。余裕でなかったです。4枚ですね、使い忘れました。期限がですね、こちら5月31日までとなっております。まあ、今回はね5枚なんで余裕で使えるかと思いますが、もうしっかり使っていきたいなと思っております。セットドリンクではご使用できません。他の特典割引券などと併用はできません。本チケットは換金ができません。全国のドトールショップにてご利用いただけます。前回はね10枚買ったので、ブレンドコーヒーとアメリカンコーヒーくださいって同時に2枚出すこともできました。というわけで有効期限は5月31日ということで半年ですね。絶対に使い切りたいと思います。というわけでコーヒーが大好きな方はですね、通常に買うよりも確実にお得に買えますので、コーヒー好きな方はですね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。というわけで毎年恒例コーヒー飲みたいと思います。
今回何を飲もうかな。とりあえずこのドリップに関しては通常よりもちょっとお高い方、ブルーマウンテンブレンド、豆につきましてこの輝いているゴールデンモカブレンドいきたいと思います。はい、というわけでですね、それぞれのコーヒーをカップに入れました。まずはこっちからいきましょう。ブルーマウンテンブレンド、ドリップしたものです。酸味が強めです。このブルーマウンテンブレンドはですね、この裏見てみますと、焼き栗を思わせる香ばしさと豊かな香り。あーでもなんかそう言われると焼き栗感があるぞ。またバランスの取れた味わい、ホワイトチョコのような甘さの余韻。そう言われるとちょっと高いだけあってなんかじわっ染み渡るような感じです。続きましてコーヒーマシンで落としました豆、ゴールデンモカブレンドでございます。うわナビが見てる。違うといえば違うな。裏見てみましょう。味わいはまろやか、熟したベリーを思わせる香りと甘酸っぱさ、柔らかな口当たり。確かにこちらよりもベリーとナッツを思わせる余韻、そう言われれば大きな違いはわからないんですけども、確かにね比べてみると違いはありますね。こっちの方が酸味が強いので、どちらかというとこのブルーマウンテンブレンドの方が好きですね。というわけで濃厚ミルククッキーいただきたいと思います。こちらでございます。甘さと苦味、最高の組み合わせです。しか言ってない。完食インはい、というわけでですね、今回はこちらのドトール福袋、こちら購入させていただきました。ぜひ参考になっていただければなと思っておりますので、もしよかったら高評価ボタン、いいね、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。こちらの、全5種類が入っております。7つの豆が感じるかと言われたら正直わかんないんですけど、3種類がですねそれぞれ10パック入っております。やっぱ豆です。合計で30杯飲むことができます。味覚音痴な自分でも確かにフルーティーな香りがします。